おはようございます。I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll... はい、時刻が今6時15分になりました。今業務が終わってこれから筋トレに行きます。今日はですね、僕の動画のオープニングを作っていただいた方と食事をするので、ちょっと急いで筋トレして早めに帰っていきたいと思います。で、今日は火曜日なんで肩ですね、肩をやっていきたいと思います。で、ちょっともう時間あと1時間後ぐらいには電車乗ってないといけないので、ちょっとあまり時間がないので、今日は僕が大好きな YouTuber さんの11分でできる筋トレを参考に筋トレしていきたいと思います。詳細は概要欄に貼っておきますので、ということで行ってみよう。10分でも十分追い込めた。マスク外してくんない？いや、マジハーフハーフ動画おはようございます。今から帰ります。はい、時刻は18時半ですね。ちょっとお腹空いたんで、これからご飯食べたいと思います。ご飯食べた後に企画動画の撮影をしたいと思います。やります。まあ、タイトルにも書いてありますが、はい、今動画の撮影終わりました。あんだけ台本作ったのにめっちゃ噛んで、たかが4分ちょっとぐらいの動画なのに1時間もかかっちゃった。疲れた。切りすぎましたね、これはまずい。結果、鍋を2つにしました。まあ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 、うまそう。ってことで、これから筋トレに行きたいと思います。今日は水曜日なんで足ですね、足トレしていきたいと思います。はい、今18時になりました。今業務が終わって、これから昨日撮った動画の編集をしたいと思います。はい、時刻は8時になりました。これから筋トレに行きたいと思います。で、今日はちょっと急遽なんですけど、ゴートレをしていただけるってことで、まあ先週もやっていただいたボディビルの方ですねと一緒にゴートレしていきたいと思います。ちょっとですね、やる部位がちょっとまだわかんないんですけど、多分肩か胸をやると思います。ってことで、行ってきます。
swear to God, man, I'ma make it soon. Silence out of Hades as the CS9 moves. I do what I want, so I got it good. Staying motivated, teaching you what to do. いいよ、もっこりしてるよ。あ、これ高重量じゃない理由ってなんかある？高重量だとストリクトって言って、あの丁寧にできないから、1キロからやるとその筋繊維ちゃんと意識しながらいいフォームでできるから、刺激が入った状態で重量上げていった方が刺激が大きくなるって感じ。でも腕トレの時に蹴ってたら、あ、腕トレは別に最初から軌道決まってればできるから、部位によるかな。背中とかも軽めからやった方がいいね。使う意識が難しいから懸垂からスタートしない。うん、だからラットプルダウンで軽めでしっかり収縮意識してから高重量やると方がいいよね。ふてぇな。はい、帰ってきました。時刻が今11時ですね。ですね、今日肩トレだったんですけど、ちょっと面白い発見がありまして、いつも結構僕、一つの部位ごとに結構何種類ぐらいトレーニングするんだろうな。まあ多くて7種類ぐらいトレーニングするんですけど、今日2種類しかやってないんですよ。なのに肩がパンパンで、まあやり方としては、ちょっと動画、ちょっとカメラの調子悪くて残せなかったんですけど、もうひたすら、1キロから徐々にダンベル上げていくみたいな形だったんですけど、これがですね、もうなんかすごい僕の肩と相性が良かったらしくて、めっちゃ今肩パンパンなんですよね。もうすごいですね。まあ新しい発見ですよね、ほんと。ちょっとね、筋トレメニューとかちょっと最近そんなに大きく変えてないんですけど、今後ちょっといろいろ変えていきたいなって思うぐらい質のいい筋トレでした。今日はこれで寝たいと思います。ということで、おやすみなさい。寒い。おはようございます。時刻は19時になりました。今、業務終わりました。めっちゃ寒い、今日。ということで、今から動画編集頑張りたいと思います。はい、時刻が今12時になっちゃいました。ちょっと動画編集、思った以上に時間かかっちゃったんですけど、なんとか今回ダイエット企画の動画を作れました。ちょっとね、やっぱカメラ越しに喋るってすごい難しいんですよね。なんか一生懸命あんだけ台本書いたのに噛みまくってめっちゃカットするのに時間かかってしまいました。ってことで、これから筋トレに行きたいと思います。今週はですね、月曜日腕、火曜日肩、水曜日足、木曜日、昨日ですね、昨日また強盗で肩やっちゃったので、まあ本当はちょっとやりたくないんですけど、胸をやっていきたいと思います。で、明日、土曜日に背中ですね、背中やっていきたいと思います。ということで、いってきます。There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it up. When you finally get that up, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. To see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now. はい、今から帰ります。ですね、ベンチプレス90キロ上がりました。マジで嬉しい。やっぱね、やればできる。まず絶対年内に100キロ上げてみせます。ということで、今から帰ります。はい、帰ってきました。時刻が今もう深夜の3時ですね。 また日付を超えてしまったんですけど、まあ今週ももうね終わるということで、まあこの動画が上がる前に土曜日に多分企画の動画が上がると思うんですけど、50日間ですね、ダイエット
チャレンジをしたいと思っています。まあね、今までこの1年間ずっと体を大きくする方にすごいフォーカスを当ててて過ごしてきたんですけど、この50日間は今度絞る方にということで、ちょっとまた新しいチャレンジではないですけどやっていこうと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。まあね、食事とかもだいぶ変わってくると思うので、まあ日々ね、そちらの方も動画に上げていこうと思うので、引き続きよろしくお願いします。まあ今週ね、こんな感じで終わろうと思います。いつも見ていただきありがとうございます。よかったらいいね、感想、コメントご自由にお願いします。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ってことでまた来週、バイ。